ウィロード第1節1戦目読売ジャイアンツ対バッターボックスにはロペスが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほどそうですよね。2球目打ちました。レフトライナー掴んでこれで2アウトです。1番バッター藤井、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。チェンジアップ外れました。惜しいですね。はい、切れていきます。ファウル、これもファウル。今のファウルの感じだとストレートに振り遅れてますね。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。2番バッター山崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。落ちる球できました。高めちょっと外れたか。スリーボールツーストライク、アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいてこれでスリーアウト、試合終了。試合を制したのは読売ジャイアンツです。